Merry Christmas? No! Do you love your mommy? No! Do you love your daddy? No! Do you love your grandparents? No! Is there anything you like? Wheels? まあ今回はまあ、上級者と一緒にセッションということで、まあ僕自身ね、まあ とても楽しく、滑れたと思います。今日のレースについて、まあ軽く流してやってました。今日俺は頑張ったっす。いつでも一生懸命っす。ありがとうございま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 す。まあ、上級者の方々の滑り、まあ見てて、まあ技術的にもちょっと、レベルが上がったかなっていう、まあうまく滑れてるんじゃないかなって、思いますね。まあ、僕はちょっと経験もまあ少ないし、年数的にもまあまだまだ未熟ですけど、
やっぱりあの大人になるにつれてあのスノーボードを始めた時 の, あの気持ち初心、やっぱりそういうのがちょっと欠けてきてるんではないかなと、はい、僕がちょっと感じた部分がありまして、まあ、上級者の方は多分忘れてると思うでしょう、あの雪の冷たさとか。やべ、押してあのお尻の痛み、ね、そういうのをねちょっと思い出して、うん、感じてもらえれば、もっと笑って滑れるんじゃないかなっていう。山を滑るんではなく山と遊ぶ。スノーボードの本質っていうのはやっぱいかに山と仲良く遊べるか。笑って滑れるんじゃないかなっていう。笑ってない可能性あるともう一回いい。シャドウあるから。行けたよ。せーの、これからもどうぞ。はい、はい、ありがとうございました。今回のスノーボード田澤、うん、まあ、MVP は間違いなく僕だと思います、はい、うん、まあ、そういうことでまた皆さんと一緒にセッションできる日を楽しみに待ってます。ありがとうございました。